は校長忍と富岡さんでクサレンペアーズと言います。よろしくお願いします。挨拶くらいしましょうね、富岡さん。そんなんだからみんなに嫌われるんですよ。俺は嫌われてないあ。ありがとうございます。今、厄除けのお面3枚セットをいただきました。ありがとう。こんなのいくつあってもいいですからね。うろこさんのお面だ。なんて言ってますけれど。そういえば、うろこさんが好きな呼吸があると言っていた。なんですか 唐突にただどうしてもその呼吸が思い出せないらしいそうなんですかまあ元柱でお年を召していますし思い出せないことはあるかもしれませんね確かに私が一緒に考えてあげましょうかそれは助かるではウロコダはその呼吸の特徴を何とおっしゃっていたのか教えてくださいその呼吸は他の呼吸の元となる基本の呼吸の一つで基本の呼吸色で言えば青色であり青色であり どの時代でもその呼吸を得得した剣士は必ず柱に入っていたらしいその他の呼吸の起源となる基本の呼吸の一つであるそうだ青色のイメージを持ちそうだその呼吸を得得した剣士はどの時代でも柱に入っていたそう言っていたその特徴はもう水の呼吸でしょうやはりそうでしょう簡単でしたわこんなのすぐに分かったではないですか水の呼吸か富岡さんあなた水の呼吸を極めた水柱ですよ でもわからない何がわからないんですかその呼吸の方の名前はほとんどが中二病の人がつけそうなものならしい。では水の呼吸ではありませんね水の呼吸の方の呼び名は数ある呼吸の中でも特にシンプルなものですからねそうなのかそうでしょう一の型水面もり六の型ねじれ渦ザシンプルといった形でとても中二病の人がつけそうなものではないです中二病の人がつけそうなものというのがわからないがとわむれとか百足じゃ とかそういううい名前ののことを言うのかそれは私の使う虫の呼吸の方の名前ですが富岡さん私に喧嘩を売っているんですか今のは間違えたはっきり言っておいて間違えたとは何ですかまあいいです。 でも、これで分からなくなりました。そうだな。他に何かその呼吸について特徴を言ってませんでしたかその呼吸は、物語の途中で主人公に捨てられてしまった、カマセイヌのような呼吸らしい。水の呼吸じゃないですかそうなのか。そうでしょう。炭治郎くんが得得したので。 主人公の持つ呼吸として水の呼吸が一躍呼吸界のトップに躍り出たかとみんな思ってましたよね。確かにでも中盤から炭治郎君は火の呼吸に乗り換えてしまいましたよね。そそうだんんなこんなこで 水の呼吸は主人公に捨てられたカマセイヌみたいな立ち位置に追いやられたじゃないですか俺の前でよくそんなに堂々と水の呼吸をこき下ろせるなさっきの仕返しのつもりかあら仕返しだなんてそんなただのふっかりです失礼失礼炭治郎が水の呼吸を極めなかったことには俺も怒っているああいいじゃないですか極める呼吸が変わることなんてあることですしよくないああはいはい 失礼しました。でもこれではっきりしましたよね。うロコダキさんの言ってる呼吸は水の呼吸で間違いありません。いや、わからない。どうしてわからないんですかその特徴はどう考えても水の呼吸でしょう。うロコダキさんが言うにはその呼吸の方は一般人が見ても到底真似ができないくらい難度が高そうなものらしい。じゃあ水の呼吸ではないじゃないですか。見た目だけならあれこれ私にもできるんじゃって思うのが水の呼吸ですから。 1>, 1の方水面もりとかこれ刀を水平に振ってるだけですよね2の方水車もくるっと空中で前転してるだけのように見えますし振ってるだけ前転してるだけという言い方はやめろでも現実問題見た目だけなら真似できそうですよね 月の呼吸とか見てください上限の位置が使っていた呼吸かもう意味がわからないでしょう初めて見た時 C が飛び回っているので視力検査かなって思いましたよこんなの見ると水の呼吸が簡単そうに見えるのも仕方ないでしょうそんなことはないああはいはいもういいです でもこれで余計にわからなくなってきましたよ。うろこだきさんは何か他に特徴を言ってませんでしたかその呼吸の方には他の呼吸にはない。鬼を苦しめずに倒す方があるらしい。別の呼吸じゃないですか。 それはまさに水の呼吸5の方寒天の自由じゃないですかそうだったかそうですよ5の段階ですでに鬼を苦しめずに倒すなんて技を作るなんてどれだけ能天気な呼吸なんだって思いましたから確かにそうかもしれないなそうでしょう他の呼吸の方は10近くまで行ってもとにかく激しく鬼を攻撃する方しかないのに。 ここで情けをかける技を入れてるんですよ確かにそこのところ水柱である富岡さんはどうお考えですか特には何も思わない富岡さん漫才やる気あります言葉数が少なすぎて ほぼ私の漫談になってるのですが、すまない。でもこれで確定しました鱗滝さんが忘れた呼吸の名前は、水の呼吸で間違いありません。いや、わからない。何がわからないのですかわからないんだ。わからなくありませんもう水の呼吸で決まりです。鱗滝さんが言うには、水の呼吸ではないらしいんだ。はい水の呼吸ではないらしい。さに。 そうだな違うんじゃないですかそうだなそうだなじゃないですようん私が自分の専門でもない水の呼吸の説明しているときを思いながら聞いてたんですかそこまで詳しいならば校長が水柱になればいいのにと思っていた意味がわかりません。 そんなんだからみんなに嫌われるんですよ。だから俺は嫌われてない。どこからそんな自信が湧いてくるんでしょうか？この呼吸について炭治郎が言うには炭治郎んが言うにはただの深呼吸じゃないかって絶対違うでしょ。いい加減にしてください。どうもありがとうございました。